静岡県公立大学法人は日本の公立大学法人、静岡県立大学及び静岡県立大学短期大学部の設置者である。法人発足時に本部事務局が所在していた静岡県立大学ソロクキャンパスの事務、構成、図書館棟静岡県が設置団体となって発足した特定地方独立行政法人以外の 地方独立行政法人である。従来、静岡県立大学及び静岡県立大学短期大学部は、静岡県が学校の設置者として設置、運営を担ってきた。具体的には、静岡県庁の県民部文化学術局大学室が中心となり、両大学の運営が図られてきた。2007年4月1日より、 静岡県公立大学法人が静岡県立大学及び静岡県立大学短期大学部の設置者となり静岡県に代わって両大学を運営している。なお、発足以来本部事務局は静岡県静岡市のソロクキャンパスに置かれていたが2015年に主要機能が矢田キャンパスに移転している。ただし、登記上の法人の主たる 事務所については2016年に正式に移転している。なお2017年には本部事務局の所在する矢田キャンパスが草薙キャンパスに改称された。静岡県公立大学法人の理事長には設置している大学の学長ではない者が任命されていた。法人の理事長と大学の学長とを別人にすることで監督と執行を明確に分離する。 コーポレートガバナンスが構築された。法人の理事長は管理監督や運営に専念し、大学の学長は教学など学内の実務執行に注力する体制となっていた。なお、大学の学長は法人の副理事長を兼任することで法人の意思決定の場に参画していた。しかし、二0十七年に理事長の本女優が任期途中で退任することになり、 静岡県立大学と静岡県立大学短期大学部の学長を務める鬼頭博士が理事長代行に急遽就任することになった。その結果、一時的ではあるが、法人のトップと大学のトップを同一人物が兼任する状況となった。2018年に小池和夫が新たな理事長に就任することで、法人のトップと大学のトップは再び分離された。その後、 法人の理事長と大学の学長を同一人物にすることで、機動的で学長のリーダーシップを発揮しやすい体制を目指すことになった。その結果、2021年、理事長の大池和夫が静岡県立大学の学長を兼任することになった。ありがとうございます。